早速食べたいです。行きましょう、行きましょう。というわけで今回ご紹介するのは、神田駅西口から徒歩4分、話題沸騰中の塩生姜ラーメン専門店ラニッシュ。はい、来ました。ここです。ここですけど、どう気づかない、ね、これね、多分一人じゃ気づかない。看板とよりもね、張り紙です。でね、これね、さっき言ったみたいに、地下なんですよ、これ。はい、はい、これ見てください、これね。ちょっとこれ危なかしいですよ、階段。あ、ね、確かに。先に行ってください。はい。え、待って、僕らここまで、ちゃんと後ろについていくんで。わかりました。ぜひ行ってください。はい、わかりました。気をつけてくださいね。あ、気をつけます。はい、じゃあ、行きますよ。行ってきます。ラーメン屋があると思えないですよね、全然ね。思わないですね、気づかない。一人じゃ絶対来ない。これさらに右に、あ、そうです、階段降りちゃダメです、右です。はい、はい、いいですか、はい、え、すごい、なんか、ね、こんな空間が、地下の、こんにちは。ちょっと入りづらいけど入ったらね、綺麗でしょ、うん、ね、勇気を出して地下に潜入すると、そこはラーメン店とは思えないような空間。実はこのお店、夜はダイニングバーで昼間はラーメン店になるんです。なるほど、納得。店主の柴田大和さんは数々の名店で修行を重ね、実家もラーメン店という生粋のラーメン職人。そんな柴田店主が打ち出した塩生姜ラーメンとは果たして、ベースとなるのは鶏 100% の澄み切ったチンタンスープ。そしてこの一杯の核となるのが、たっぷりと投入されるおろし生姜。厳選した高知県産を惜しみなく使い、スープと合わせると芳醇な香りが一気に花開きます。しなやかな風情の麺は加水率高めのつるもちっとした食感。そしてトッピングにはしっとり柔らかな鶏チャーシュー。見てください、このジューシーさ。あー、もうプリプリ。生姜を大胆にフィーチャーしたマニシの塩生姜ラーメン、ラーメン界に一石を投じた新たな味、未体験の美味しさをどうぞ堪能しちゃってください。はい、お待たせしました、塩生姜ラーメン味玉入りです。美味しそう。どんな香りがします？どんな香りですか？めっちゃ生姜。まあね、そうですね、爽やかな、スッとね、くる感じでね、これ見た目も綺麗ですね。そう、なんか入ってくる時はすごい女性が入りづらいみたいってやけど、すごいむしろおしゃれだし、早く食べたい。食べちゃいます。じゃあ食べましょう、伸びる前に。はい、では手を合わせていただきます。いただきます。いただきます。やっぱ塩ラーメンだからね、澄んだスープのね、ね、醤油の色とは違うね。熱いかな。うん、生姜。お、あ、生姜、うん、生姜、え、でも、なんだろう、ね、これ、やっぱ、うん、鶏のね、すごい、うん、鶏だけなんですよね、このスープ、うん、でもやっぱ、最初やっぱ生姜の香りがふわっとくるけど、あ、鶏の、もう鶏のスープって感じの旨味がぐっときますね、鶏の、うん、美味しい。ほんとなんか、塩と生姜と鶏って感じです、本当にシンプルな美味しさが、うん、え、すごい好きね、うん、うん、あ、やっぱ徐々にこう生姜が飲んでると、うん、なんかみんなずっと飲んでる。本当に美味しいですよね。美味しいですね、これ本当。いや、止まんないです。鶏の、うん、鶏の旨味がね、汁なくなっちゃう。はい、麺いっちゃいましょう。麺いきましょうか。麺いきましょうか、ね、まあ、中細麺みたいな感じですね。いただきます。食べた味、うん、あ、いいですね、この、あ、すかった。ニャコミが分かる。麺すすっても生姜がこう入ってる、ね、香りますね、やっぱり、うん、これ三河屋ですね、っぽい感じしますね、やっぱりね、香りのいい。今、呪文呪文を唱えて、あの、わかる、三河屋製麺っていう製麺、あ、麺の麺の会社、あ、そこの麺なんですよ、ね、麺食べると、うん、あ、これどこどこ製麺、かるんですか、なんとなくわかるんですよ。え、そう、え、じゃあ私の好きな麺とかもきっとそういうのがあるかもしれないですね。やっぱ三河屋はね、やっぱ特徴的ですもんね、うん、この、こういうちょっと細麺の麺が得意とされている、うん、どうですか、この麺は。麺、え、でもすごいタイプな麺です、ね、なんか太麺より細麺派で、うん、なんだろうな、つるっていう、なんだろう、ね、表面がね、してますよね、つるつる、そういうのがすごいタイプの、ちょっと腰がある感じのタイプ、ね、なので、すごい好きです。ここ、うん、いやー、かわいい女の子と楽しくラーメンを食べるなんて、いい仕事ですよね、田中さん。じゃあそろそろトッピングもよりどりみどりですが、どれからいっちゃいますか、ランゼちゃん。
あのお肉を、ねね、さっきそうジャーから出てきた、そう開いた時にもう、ね、いい匂いもそうですし、ね、ジャーで調理するんですね、これ、ね、これが、ね、鶏いきましょう、いいですか、鶏チャーシュー、おいしそう、いただきます、にゃん、とってるときね、うんうん、やわらかい、うん、おいしい、おいしいですね、これなんで、はい、ジャーから鶏が出てきたかわかります、わかんないです、ジャーで鶏を調理してるんですよ、うん、低温調理ってやつ、ゆっくり時間かけて火を通す、あの強火でガーッと鶏肉煮ちゃうと多分ね硬くなっちゃうんだけど、うん、こうやって低温でねやってくれるんですごくいいみたいです、まあ実際僕はやってないですけど、うん、はい、めっちゃもぐもぐしながら聞いた、ごめんなさい、ごめんなさいね、食べてる、うん、そういうねなんかあの調理 方があるんですよね、うんうん、低温調理ですこれ、なるほど、はい、あとね、やっぱ女性って結構味玉、卵入れたがりですよね、偏見だ私そんなあれですよ、そうですか、あ、でも卵でも好きだと思うんですか、うん、どうやって食べる派ですか、え、でも私一口ちっちゃくてあの黄身にまでたどり着かなくて一発、なるほどね、まあ割ったりするのもね、こうね、ここで、あ、いいです、これ程よい、あ、これ真ん中の真ん中だけが、やっぱめっちゃ美味しそう、ね、僕ね、このぐらいのが好きですね、うんうん、私も、ね、いただきます、うん、うん、うん、なんか食べられない、ね、ほんのり塩味がね、うん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 、飲み込んでくらないですけど、何も食べられない、飲み込んでくらないですけど、なんかこの前、なんか江藤さんは一口いったのって調子乗ってなんかそのまた負けたくない精神で言っちゃったんですけど、やっぱ無理です、なんかね、こう食べ進んでいくと、はい、ちょっと徐々にね、実はね、味が変わってるんです、これなんだろう、気持ち的にまろやか感もある。これ慣れちゃったのかな。そうです。でもね、そこにね、うん、生姜のね、すった生姜が入ってて、はい、それをね、そんなに混ぜずにそのまま麺を入れてるんですよ。だから、はいはい、そこにね、生姜が沈んでる。こうあえてね、ここで一回グッと混ぜると、うん、生姜がまたドーンときますよ。これ。これね、ここの食べ方、このお店の食べ方ポイントですね。もう目にも分かるほど来ました、生姜が。ああ、すごい来ました。ちょっと食べてみよう。よいしょ。うん。味全然違う、ね、ちょっと刺激的なポカポカしてきますね、こうやってね、こんだけ生姜入ってると、ね、急に最近寒くなってきて、うん、ここからの季節にはいい感じ、ね、いいですね、うん、なんで生姜、その塩ラーメンに生姜をね入れようと思ったのかっていうのは、うん、ね、中心ね、で生姜ラーメンっていうとね、あの新潟のね、うん、新潟にあるんですよ、うん、あ、そうなんですね、長岡っていうところに生姜のラーメンがあって、うんうんうん、それの影響なのか何なのか、あのその新潟のも、うん、あの塩、新潟はね醤油なんですよ、あ、醤油ラーメンに、そう、生姜醤油ラーメンってのがあって、へえ、初めて、そうなんです、それ、うん、覚えて帰ってください、わかりました、あの美味しそう、結構食べちゃいますね、うん、結構いってますね、美味しかったです、すごい、どうですかこのラーメン、なんか本当に初め外でこう話してたじゃないですか、うん、その時にすっごい寒かったんですよ、うん、今日制服薄いですし、うん、で寒いなと思って、でそこで生姜ラーメン、すごい体も温まるし見た目もすごい綺麗で、うん、スープもすごい透明感あったし、麺もすごい、どこでしたっけ、がいいってことを、ね、今日気づけたので、これからちょっとカッコつけて、あ、そういう、ね、がいいです ね、 ですねみたいなのもやりたいなって、ね、本当にめっちゃドタイプのラーメンでした、美味しかったです、ごちそうさまでした